はい、どうも平さんです。プロスピ2019実況始めていきたいと思います。19年目7月31日からやっていきたいと思います。はい、2020年度ルーキー全力育成編ということですね。はい、前回は、まあ、大してそんな大きな出来事はなかったんですけど、まあ、ドラフトですよね。ドラフトで結構いい選手がいたという感じだったと思います。これかな、松村。うん、結構強いですよね。23、まあ24ぐらいかな。まあちょっと年齢的にはいってますけど、まあ元から360あるんだったら、まあ使えるんじゃないかなと思います。まあちょっと梅野も気になるんですけど、取れたら取ろうという感じでやっていきましょう。はい。では早速いきましょう。育成長がね、覚醒とかがね、あんまり、来てる感じがしないんで、阪神やばいっすね。75ゲーム差？そんな差つく？見たことなくない？こんな、80ゲーム差とか見たことないんや。弱すぎひん。はい。こったも500いきそうなペースですよね。間に合うだろうか。前山。前山、どうしようかな。中継ぎ、奪三振取りましょうか。もうすぐですからね、350。笹田。まあ、逃げ球とか取るか。岸川は、まあいいでしょう。白戸は速球派に今している。本格派。まあ、内角攻めかな。重い。接戦消しとくか。上がってる？上がってる感じはしますね。農場も上がってる感じするから、いいかな。では、野手ですが、東はもう覚えれないと。住友どうしようかな。まあ、ミートはあげたいので、俊足高打にして、コンバートですね。神戸がキャッチャーやることになるだろう。いいバランスですよね。37歳、31歳、22歳って。結構いい感じでなってるんで、神戸がレギュラーになるまでは深澤がレギュラー守るって感じになるんじゃないかなと思います。小林、まあもういいやろ。石垣もうちょいですね。宮沢大輝はもうちょいと。渡辺亮。なんかやっぱりみんな成長待ちって感じですね。全員。もうほぼ全員が成長待ちって感じがしますね。総力。井上選手やばいですね、やっぱり。もう落ちないようにキープですかね。俊足高打、いいんじゃないかな。別に誰も覚醒してるわけではないでしょう。とかも主に守備系が伸びたんかな。走塁と関口、パワーが高いんでいいですね。まあこんなもんでしょう。そろそろみんな落ち始めるので、
入れ替えの時期がやってきていますと、まあ進めましょうか。次のドラフトどうしようかな。難しいんですけど、やばい、すごい、20敗いかへん。よし、124勝18敗、貯金106という素晴らしい。まあ阪神が 92.5 ゲーム差とどえらいことになってますが、はい、可能は、どうしようかな。リリースとか覚えておきましょう。岸川は全然成績上がらないな。川北、まあ、リリースは覚えやすいので覚えておきましょう。取って損はないと。農場結構伸びてますね。菊田がお任せになった。代打かと、なんか取ったんかな。菊田きついな、そろそろ。成績はすごいけど。もうみんなほとんど打撃練習してますね。もういいんじゃねって選手は全然いないですね。次世代がいい感じにタイミングで育ってきてる感じがしますね。お、宮本来た。宮本このレベルまで上がってきたぞ。打撃系能力を取っていきましょう。ユアさんもいい感じですよね。A まで行きたいかな。いや、盗塁取るか。ちょっとでも、伸びが悪いな。ドラフト選手。高校生いるかな。いね。キウチ。進めちゃいましょう。最後まで。もう本当に入れ替えていくぐらいしかこのペナントは起きないかな。あとはトリプルスリーですね。タンノどうなったん。タンノ、まあ、ちょっとまあ見ましょう。順番に。ハルキはこいつ上がってる。全く上がってない気がする。ここ何年も。滝、丹野は阿部日覚えた。うわ、30本もいかんし、打率もいかんな。高弾道なんやけどな。チャンスとかじゃなくて、固め打ち、初球、存在感とかかな。まあ、パワー上げな、ダメなんでしょうけど、おかわりも取りたいですけどね。宮城。万能型になったのかな。打撃型も、もうちょいな。いいでしょう。さあ、シーズン終わりましたので、タイトル見ていきましょう。MVP 掘った、沢村賞掘った。まあまあ、ここはいいでしょう。首位打者井上、本塁打王が平尾、打点王も平尾取られてますね。トレオは丹野が取っています。最高出塁率井上、最多勝掘った、最優秀防御率掘った 0.77。えぐいですね。やっぱりえぐいですね。もう500コースですからね。
作画三振も掘った、勝率1位も掘った、最多セーブと最初なんか追記は取られていますと。はい、という感じでございます。はい、ベストナインです。井上、武藤、勝又、外野全部取ってますね。菊田、黒川、堀田、丹野、あずま、ショートだけ取られたかな。ゴールデングラブ、石垣がゴールデングラブ取ってますね、その代わり。武藤、堀田、あずまが取っていますと。月間 MVP でございます。堀田4月6勝 ?3 月4月で6勝、そんな投げれる、まず。はい、という感じでございました。はい、それぞれの成績確認をしていきましょう。堀田。13勝1敗 0.77。何勝になったん ?219 勝。まあまあまあ、いいでしょう。超番生になってるんで、まだね、活躍できるんでね。島村22勝2敗 2.06。これもだいぶ素晴らしい成績ですよ。原木19勝2敗 2.62。うん。もう十分エース。蓮沼17勝2敗 2.02。うん、素晴らしい。堀之内4勝2敗。4.71。うん、どこから来たお前は。小島12勝2敗 1.83。ちょっと少ないですね、投球回。誰が、佐々木朗希選手が2軍にいるんか。2.20 の14勝2敗と。まあ、中継ぎ陣はね、そんなに防御率爆発しないんで、カノがちょっとやばいけど、うん、セットアッパーと、抑えがちょっとあれですね。誰やねん、お前。なんで抑えしてんねん。松岡は怪我した ?20 セーブ。まあまあまあ。という感じでございました。あ、野手見てね。野手見てないですね。はい。あ、1、単の1番になってる。ホームラン22本の79打点、54盗塁、2割9分と。どうしたらいいかなぁ。ホームラン、これ以上。おかわり取るしかないかな。棚橋がちょっと出ていると。井上、28本、124打点、351。菊田、38本、123打点、335。勝又、22本、104打点、3割、309。32本、102打点、293。黒川、32打点、108打点、132本、108打点、3割、4厘。3割30本、100打点はみんな達成してますね、結構。石垣4本、83打点、270と。総力 S なのになぜか2盗塁。盗塁 A なのに。積極盗塁じゃない?積極盗塁の総力 S99 で2盗塁?なんで?盗塁しろよ。何してんねん。下位だからとか関係ないですよね。なんでやろ、盗塁 A の積極盗塁、2盗塁、なんやそれ。はい、ということで、キヤコがいっちゃいましょうか。そろそろ福留が、うわぁ、C はさすがに変えるか。C はさすがに変えよう。はい、西川龍馬選手が、こうしたいペイでトップ賞つかないと。もったいないな。でも、どうやったらつくんかな。通り少ないか、やっぱり。渡辺亮選手、通り270してますもんね。うん、打撃コーチとしてはいいんだけど、まだタイプ変更もしてるし、一回引き止めるか。もうこれでしちゃいましょうか。コーチ転身。妻と契約、高部が引退と。まあ、頑張ってくれましたね。今シーズンも4割3分。すごいな。引退、そろそろし始めてますね。もう一人も引退なかった?この辺に。紅林も引退。まだいいよ、いい気がするけど。うん、盗塁守備職人、いいですね。まあ、紅林も頑張ってくれたんでね。引退するっていうならまあ止めないです。はい、ということで、進めていっちゃいましょう。さあ、ドラフトです、運命の。また競合かな。
他にね、いい選手がいれば、そっちに散ってくれるんで、いいんですけど、目玉がこういう一人だと、めちゃめちゃ競合するから、野手にいたいかな。いねえな。こんなんも強いと思いますけどね。本当に、なんでしょう。僕は成績を重視するので、通算成績を重視するので、高校生ばっかり取るんですけど、まあ普通に強いチームを作るってだけだったら別にこのね、三角丸の大学生とか取ってもいいと思うんですよね。さあまあ、勝負の松村行きましょう。お、3球団なら。ですよね。まあでしょうね。分かってた。分かってましたよ。じゃあ野手の関川かな。木内あんまり良くなかったやな。武田。関川そんな強くないしな。梅野にしようかな。五十嵐。梅野にしよう。梅野とかドラ1だったら多分あれなんやろな。ふざけんなって。叩かれるんやろな。ネットで丸もいねえのか。高校生丸全然いないですね。外野手も全然いなかった気がする。そしたら大学生もでもこんなんしかいないですよ。まあ、これぐらいでいいかな。まあ、ルーキーには期待したいですけど、無理してという感じではないので、こっから育てようってなったら、すごい年齢になっちゃうんでね。もうこれでいいでしょう。やっぱりドラフトは勝てないですね。3分の1ぐらい引いてくれよな、マジで。はい、ということで、練習設定でございますと。ドラ1梅野。南東破壊。まあ、後にしましょうか。請求とかね。こっちはもう一旦、戻しとかないと。一発とかにね。普通の上げ方に戻していかないと大変なことに大変なことにはならんけど、単に速球派、球速上げるか今のうちに。なんかすごい触っちゃった、うるさいやつ。まあこれでいいでしょう。南東派やもんな。南東派って変化球か、変化球レベルか。分からんな。カーブ系総合とかにするか。こうやってみようか、一回。したら、野手は特に別に、あれで、関川を、パワー型やからパワー上げさすか。はい、育成方針で、こいつをこうして、違う、立山にしよう。先発が梅野。この二人全然上がらんな。これでいいでしょう。はい。まあまだ時間はあるでしょうし、進めていきましょう。契約まで来たと。まあ、そんないい選手いないやろ。大勝樹とかいるやん。大勝樹も盗塁してないしな。盗塁がいるんだよな、きっと。平沢とか。みんな盗塁とか全然してないな。びっくりした。福留はわかって思ったけど。なわけない。うちのコーチやってたんや。
コーチも引退したわ。はい、では春季キャンプでございます。春季キャンプもね、まあ、いつも通り設定はしてあると思うんで進めちゃいましょう。お金が余ってきましたね、徐々に。肩ロックとかいらんねんな。お、石垣が長番生、やった。お、宮沢大型。お、おやら大型。関川パワー8、いいね。はい、そしたらタイプ変わったやつが2人いるんで、そこは育てておきましょう。うん、丸があと3年で落ち出すな。はい、投手登録ですね。まあ、西と島村と蓮沼にしときたいので、西はダメや。抑えどきしか、うん、まあこれはいいんじゃない。松岡もうダメですね。439セーブ。大レジェンドや。はい。まあ、これでいいでしょう。野手か。石垣1番。勝俣とかも落ちてきましたね。400本。打ってるし。まあ、レジェンドだな。黒川選手とかも、入れ替えていくか。もうここでやっちゃいましょうか。結構大きな改革を。湯浅次世代かなと思ったけども、こんなんあかんや、30歳。かんで、住友は早いな。落ち始めてる選手は変えていこう。東も交代や。500のレジェンドだけ置いとこう。菊田もね、結構な成績残せるかな。まあ、通算成績的なこと言うと、勝俣とか東は使った方がいいんかもしれないけど、でも東はまだ5000だしな。勝俣。井上が少ないんですよね、打席数。関口セカンドしかできひんパワー型、そんなやつおん、やばい。菊田、丹野、小林を変えようか。石垣はいいとして、1番石垣、2番丹野、3倍の4番菊田にして、関口、宮本、前野がちょっとな。前野でいいか。D だけど。ちょっと改革を起こしましょう。こいつ使っとこうぜみたいな。マセムもいい年齢なんでね。砂川のがいいな。こっからね、覚醒が起き始めるかもしれない、ね、もう過去の人たちはこの2人だけですね。菊田、井上。ピッチャーもでも入れ替えていかんのダメなんですけど、かなりこれあれですよ、変わりましたよ。大幅入れ替えですね。
で、ここに、打撃だけのやつ、山盛りとか、おもし、あー、でも28か。葉の上入れてみるか。こうかな。こうかな。うん、これでいいんじゃね。ちょっと面白いんじゃないですか。はい。では、開幕でございます。まあ、ここまでにしとこうかな。うん。開幕からという、キリのいいところでやっていきましょう。最後、練習セットだけしますね。ハルキを一生上がらんな、マジで。何してんや、一体。小島めっちゃ、請求上がるけど。9位上げた方がいいんちゃう。スタミナ止まっちゃったね。球速落ちる方が嫌やな。うん、ハスヌマは、まあでももうちょい請求上げたいかな。可能は、まあまあまあ、あれですね。緊急登板、取っときましょう。川北は、まあ、奪三振取れるなら取っておく方がいいかな。請求、橋田も請求いいんじゃね？いいんじゃねって感じなんで、先発やし、あ、まあでも逃げ球から取っとくか。このカーブ系、どうだったんやろ。あ、でもまだ今年か。今年からか。まあ、1年間やってみて、ね、これからの育成に活かしていきたいなって感じなんで、石垣がなぜ盗塁しないのかっていうのは気になるけど、まあ、ミート上げていくか、それとも得のいっぱい取るかなんすよね。まあ、内野安打でも取っとく？粘り打ち持ってるよね。持ってる持ってる。そしたら、宮沢も打撃型になったから、これ総合打撃でしょう。荻原も確か打撃になったから、総合打撃でしょう。こんなもんですかね。はい。はい、ということで、まあまあまあ、順調に育成はできていて、まあ大幅な、何ですか大幅な、メンバー変更。スタメンの変更をしたので、まあ、次回以降、まあ、覚醒とかいっぱい出てくれるんじゃないかなと期待してやっていこうと思います。はい。というわけで今回はここまでにしたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。ありがとうございました。